どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、先日ね、マイルがたまる、クレカ積み立てまとめっていうね、動画をこちらでね、解説させていただいたわけなんですけども、なんとですね、大和証券コネクトはですね、今ね、月で5万円までしかこのクりカ積み立てってできないんですけども、なんとね、10万円まで引き上げねいたしますよということで、発表がございましたので、本日はですね、このね、発表によって、まあ、どう変わるのかとですね、またね、キャンペーンもね、大型なのが打たれておりますので、本日はね、こちらの解説、 やっていきたいな。なんていう風うに思います。 ということで、皆さんね、クレカ積み立てやってますかね今回ね、イ和証券コネクトということで、セゾンデジタルカードとかだとですね、0.5%とかね、取れたり、このね、セゾンプラチナこ、私はね、プラチナビジネス今持っておりますけども、このカードであれば1、1%還元でね、クレカ積み立てできるんですよね。あとね、セゾンの個人のプラチナとかもね、1%還元でクレカ積み立てね、できるっていうふうになるわけなんですけども、このね、セゾンのクレジットカードのね、クレカ積み立てっていうのは、もらえるポイントがね、永久不滅ポイントっていう ふうになりますんで、ana マイルジャルマイルにね。交換することができますよね。ですので、セゾンカードでね。あのクレカセミターでやっていくっていうのはね。非常にお勧すすめっていた味に。 なります。ま、私はですね、アメックスの、ね、方で、あの、く、あの、積み立て、ね、やっておりますんで、こちらの動画とかでね、解説させていただいておりますけれども、皆さんね、やっておりますかね。まあ、ぜひね、こちら、クレジットカードでで、当新宅ね、購入するだけで、ポイントもらえる。またね、そちらを ANA マイル、JAL マイルとかにもね、交換することができますので、もしね、やってないよっていう方はですね、積み立て NISA とかもね、できるっていうふうになりますんで、ぜひね、えー、利用していただければな、なんていうふうに思います。ということで、本題にね、入っていきましょう。 こ,れはですね、こちらは、ね、本日、ね、発表されました上限額拡大ということでダイワコネクト証券とクレディセゾンえにえ新ニーサスタートにより繰りカちミたで上限額10万円に拡大 新ニーんのご利用サポートするキャンペーン開催ということで、こちらね、本日発表されております。こちらね、大和証券コネクト。まあ、こちらね、あの、障害キャンペーンとかもね、結構強かったりするんでね、持ってる方結構いらっしゃるかな、なんていうふうに思うんですけども、2024年の1月5日買い付け分より、大和証券コネクト証券口座での投資信託の定期買い付け、月1回の定期買い付けを行うことができるクレジットカードの積み立て投資。 サービスの上限額を5万円から10万円で、ね、拡大しますということで、なお上限拡大は、えー、2023年12月20日より受付開始予定しておりますということで発表がされました。で、今まではですね、まあ月々ね5万円までしかできなかったわけなんですけども、まあ、2024年1月よりですね、10万円 利用することができるって言いたがちになります。あの、年間のね、非課税枠等々もね、年間120万円ね拡,拡大するっていうふうにね、来年からなりますので、まあ、それに合わせてですね、月ね、10万円までっていうのが、まあ、発表されたって言いたがちになります。こちらはね、新人差ーーをご利用サポートするキャンペーン開催ということで、こちらもね、後で、えー、解説ね、していきたいな、なんていうふうに思うんですけども、今回の発表でね、非常に重要なね、変更が発表されております。クレカ積立永久不滅ポイントルルール変更のお知らせと ということで、まあ、こちら簡単に言うとですね。即売りってこの繰り返し見たてし、た分でね。できるじゃないですか？まあ、それにね対策してきたっていう風になるんですよね。まあ、個人的にはね。今後こうなっていくのではないのかな。どの証券口座もね。今基本的にね。どの証券口座もね。即売りってできちゃうんですけども。 多分これね、こういった感じに今後変わっていくんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、クレカ積み立てのご利用金額に応じて贈呈しています。永久不滅ポイントの付与ルールについて、2024年1月5日、クレカ積み立て買い付け分より以下の通り変更いたしますのせ、お知らせいたしますということで、発表がね、されているんですよね。で、今ですね、現時点では、クレカ積み立ての買い付け額に応じて、当該積み立ての当月下旬までにポイント付与します。まあこれがね、今の えー、ポイント付与ルールなわけなんですけれども、こちらがですね、2020年1月5日、えー、積み立て分よりですね、振りか積み立てした投資信託の純増金額に応じて、当該積み立ての翌月月までにポイントを付与しますということで、今までね、当月下旬に付与されてたものが、翌月の下旬にね、変更になるんですよね。またね、 クレカ積み立てした投資信託の純増金額に応じてポイントを付与しますということで、純増金額とは、以下の1、2、いずれかの小さい方の金額になりますということで、まず1ですね、毎月5日休業日のや翌日営業日のクレカ積み立て金額、2、1のクレカ… 積立した投資銘柄の当月すべての買い付け金額、くれカ積み立て、毎日投資、スポット買い付けを含むから当該銘柄の当日すべての売却金を除いた金額っていうふうになります。 まあ、こちらのね、1、2のいずれか小さい方がですね、このポイント付与するっていう風に変更になるんですよね。まあ、こちらね、あの、言葉で聞くとね、非常にわかりづらいと思うんですけれども、まあ、こちらね、あの図が書いてありまして、クレカ積み立てポイント付与方法のイメージの例ということで、ポイント付与時期の変更の例ですね。まずこちらね、普通に買い付けして保有し続けた場合ですね、12月の26日にクレカ積み立てを設定します。来年の1月5日に買い付けを行います。 のの末にそ銘柄を保有し続けます、えー、2022月下旬に10万円分の対象としてポイントが付与されますということで大和証券コネクトの場合はね、まあ、0.1%から、えー、最大1%加減で繰り返しみたなできるわけなんですけども、まあ、10万円分の1%だったら、まあ、1000円分のポイントが、ね、もらえるっていう形になりますですのでまあ、普通にね売却とかせずにですね積み立てしている方に関しては、まあ、特にね変更はないんですよね。で 次にですね、こちらですね、純増金に応じたポイント不要例ということで、12月の26日に A 銘柄クレカ積み立て設定いたしますよね。で、1月5日にクレカで買い付けをいたします。で、26日に A 銘柄を4万円分売却したとします。そうすると、1月末日の純増金分の6万円、10から4万円を引いた分ですね、で、ポイント不要 対象となるっていう風になりますんで、6万円分に対してポイント付与がねされるっていう風になりますんで、まあ、こういった形でですね。即時売却してポイントだけ取ってるようなね。やり方はま通じられたっていう感じになるんですよね。こちら非常にね。あの賢いやり方だな。なんていう風に思ってたんですけども、やはりね。購入しているのはね。投資信託っていう風になりますんで、売却することができるんですよね。 ですので、ポイントだけただ取りみたいなのもね、正直できてしまう制度が、まあ今あるわけなんですけども、まあこれをね、封じてきたって言った感じになりますんで、まあ即売却されている方はですね、まあこういった感じでね、ダイ証券コネクトのくれかつみたってね、変更になるっていうふうになりますんで、覚えておいていただければな、なんていうふうに。 思いますで、今回ですね、10万円ね引き上げになりましたということで、まあ、先日ね、クレカ積ミタでまとめをね、やらせていただいたわけなんですけども、まあ、こちらの表でね、どういった感じで変更があるのかっていう話なんですけども、えー、セゾンデジタルカードと、えー、セゾンプラチナ、セゾンプラチナビジネスカードだったら、まあ、1%、こっちだったら0.5%ね、あの差で取れるわけなんですけども、まあ、これがね、2024年1月より10万円に引き上げになりますということで、獲得マイルはね、そのまま倍になるっていうふうになりますんで、えー、セゾンデジタルであればね、 年間マママイイイル、ジャルマイルルャであれば3000マイルセゾンプラチナプラチナビジネスであれば年間8400マイルもしくは6 0 0 0ジャルマイルに、ね、交換することができるというふうになりますので、まあ、この、ね、セゾンプラチナセゾンプラチナビジネスですねこの前、ね、セゾンプラチナビジネスですね解約をまたねセゾンカード全体でね税金の支払いの、ね、ポイント還元率下がりましたけどもセゾンプラチナの個人とかね持っている方でメインカードでジャルマイル貯められているっていう方はですね かなりね、いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、ぜひこちらもね、参考にしていただければな、と思います。で、今回ですね、ダイオ証券コネクトのね、あの、10万円のね、引き上げを受けて、利用されたいっていう方は、ぜひね、今ね、いろいろね、キャンペーンが重なっておりまして、最大ね、 セゾンデジタルカードね、まで発行していただければ結構ね、あの、いい額のね、ポイント取れるっていう風になっておりまして、まずね、代表証券コネクトね、口座解説とログインで4000分のポイントがもらえます。で、またね、 紹介プログラムがありましてこちらも概要欄に載せておきますのでこちらね500円もらえるって言った鉢になります紹介コードをね入れていただく感じですねでこちらはですねこのお金と、えー、あとね、えー、1000ポイント V ポイントが D ポイントもらえるまあコンタでも D ポイントでもねこちら現金化できますしこのポイントもねあの出勤できますしこのねデビュー プログラム。この2500円もらえるんですけれども、これも出金できちゃうっていうふうになりますんで、結構ね、お金が一緒にもらえるっていうふうになりますんで、これから発行されたいっていう方は、えー、ポイントサイトハピタスね、経由して、えー、紹介コード入れていただければですね、全部で、ね、何ポイント ?3500 の4000の8000分。 えー、もらえるっていうふうになりますんで、結構まとまった資金で、ね、もらえるっていうふうになりますんで、非常におすすめです。で、またね、セゾンカード持ってないよっていう方は、まあ、セゾンデジタルカード0.5%還元のやつはね、今8000分のね、あのポイントで出ておりますので、これも結構ね、大きいです。で、発行していただいて5000利用していただければですね、8000分もらえるっていうふうになりますんで、これもね、非常におすすめですね。で、またね、セゾンプラチナとかね、セゾンプラチナビジネスとかですね、こちら発行されたいっていう方は、まあ、概要欄に載せておきますんでね、そちらもね、ぜひ チェックしていただければなぁなんていうふうに思います。まあこういった形になっておりまして、先ほどね、あの後で説明しますよって言ったね、このセゾンカードとイワ証券コネクトの新忍者用意ドンっていうね、こちら現金最大2万3000分がもらえるね、キャンペーンも来てるんですよね。これね、 えっと、全部が全部ね、永久不滅ポイントじゃないんですけども、永久不滅ポイントもね、もらえるキャンペーンっていう風になっておりますんで、永久不滅ポイントなんでね、ANMR、j a r に交換することができますんで、こちらね、結構お勧めっていた味になります。で、あなたはいくらもらえるかね、チェック項目でね、キャンペーン参加できるかどうかね、記載がありまして、 こちらね、クレジーセイゾン仲介で、ダイオ証券コネクトコー座ね、えー、した方、してない方っていうふうになってるわけなんですけども、このね、仲介が仲介じゃないかっていうのはね、この、こちらでね、確認することができて、313から始まってる方は、えー、クレジーセイゾン仲介して、えー、発行した方になるみたいなんですけども、私はね、ちょっと違かったんですよね。で、私はね、ほとんど、えー、利用することができないわけなんですけども、こちらね、えー、取れる方は最大2万3000とか2万とかね、取れるっていうふうになりますので、これはね、結構、 いいでですねで内訳なんですけどもこちら2500円分これはね現金でもねもらえて出金ができるって言ったね先ほどのこちらのキャンペーンなんですけどもこれとえプラスしてねセゾンカード UC カードで初めて積み出すと1100円分のポイントえ500え永久不滅ポイントは、ね、1ポイント5円相当なので500円分のポイントがもらえます。またね 年内に大和証券コネクトで NISA を開設、ご利用で3500円分のポイントがね、もらえるって言った形になります。まあ NISA はね、どっかの口座でね、一つしかね、基本的に持てないので、まあこれ利用できる方はね、ちょっと少ないかもしれないんですけども、まあ利用していただければね、3500円、500円分のギフトと3000の現金がね、もらえるって言った形に。 なりますで、またね、このキャンペーンがね、結構いいっていう風になっておりまして、セゾンカードデジタルコネクト、これね、もうポイントサイトに案件ないね、クレジットカードなんですけれども、こちらね、25歳以下の方は3000分のポイント、3000ポイント、すなわち1万5000相当のポイントが もらいます。またね、26歳以上の方も、最大2000ポイント、えー、1万円相当のポイントがもらえるっていうふうになりますので、このクレジットカードなんですけどね、こちらね、非常におすすめって言った形になります。で、こちら詳細はね、ここにね、書いてありまして、こちらですね、詳細が、えー、一つ、えー、特定1、2で分かれておりまして、まず一つ目が、セゾンカードデジタルカードで入会していただき、12月31日までに発行した方。で、こちらが、 得点1がね、えー、永久不滅ポイント400ポイントが らますこちらは2000円分で、すねで、えー、得点2で、えー、セゾンカードデジタルコネクトを入会していただいて、えーデジ、セゾンカードデジタルコネクトで12月31日までにクレカ積み立て設定が完了の上、2024年1月5日のクレカ積み立てし、2023年10月の23日から2024年2月の29日の期間にショッピング、クレカ積み立ても含む金額で一定以上利用した方は、25歳未満の方は2600ポイント。 不滅ポイントはね1ポイント5円換算なんで25歳以下の方は1万3000円分、26歳以上の方は8000分のポイントがねもらえるっていう風になるんですよね。で利用金額がね25歳以下の方はですねクレカ積立を含む30万円以上で26歳以上の方は クレカ積み立てを含む、H、50万円以上っていうふうになりますんで、まあちょっとね50万まで行くとちょっと大変なのかもね知れないですけども、まあこちらね結構いいポイントがねもらえるっていうふうになりますんで、まあポイントサイトとね同じようなぐらいのね、ポイントの高さでねもらえるっていうふうになりますんで、こちらね非常におすすめですね。で、もう一つね、四つ目のキャンペーンで、 来年1月5日にダイ証ションコネクトの新 NISA でクレカツミタでするとえ1500円分のプレゼントということでこちらね永久不滅ポイントで300ポイントがねもらえるって言いたがになりますこちらね利用できる方はね結構いいのではないのかななんていうふうに思いますのでこちらもねぜひ参加ねしていただければななんていうふうに思いますでこちらね先ほども言いましたけどもね こちらでね、あの、どれぐらいもらえるかね、チェックしてから発行ね、していただければなぁと思います。私もね、ちょっとこのセゾンカードデジタルね、ちょっと検討したいですね。私はね、あの、今月も結構ね、クレカ申し込んでるんでね、あ来月になったらね、ちょっと検討したいなぁなんていうふうに思います。ということで、今回ですね、大和証券コネクトがクレカ積み立てね、10万円まで引き上げね、発表しましたので、解説で、ね、させていただきました。セゾンプラチナとかね、セゾンプラチナビジネスとかね、保有セル あの、プライオティーバスがね、やはりありますんで、持ってる方ね、結構多いのではないのかな、なんていう風に思いますので、利用されてない方はですね、こちらね、ぜひえ利用してみていただければな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。